はこんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。さてですね、まずは今日のデイリーガチャです。ボルドエンペラー、スプリンター祭りガチャやってますね。さてですね、前走カタノギブレット、本校カップを1着取りました。これで復調してくれるといいんですけどねっていう感じですね。で今回は WBC、出走いたします。うん、重いってことですね。調子を回復させたいです。国技調教もできますね。どうやら温泉使ってみましょう。人参ですか。ちょっと重量が重いのかな、気になりますよね。406。あ、これがベスト体重なんですね、今は。というわけで、WBC 行きましょう。どうしようかな。クラシックですね。ジョッキーは、武豊か岡部か。岡部さんで行きましょう。はい、残り5、6分です。またですね、終わりましたら、お知らせしたいと思います。それまでお待ちください。それではまた後で。はい、WBC の結果がカタノギブレット出たようです。結果を見ていきたいと思います。
3番人気ですね。岡部が騎乗です。ちょっと印がね、他の馬と比べては足りないな。競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。スタートを切りました。あ、スタートが良くない。スタートを切ったようでありますが、先行争いであります。先手を取ってアワポエティックプリンス、それからもう一頭6番リップバンリンクル。さあ最後方に下がった。それから離されましてアーキペンとドアイスオーガー、スターオブ個人ホトブリュッセルがその後ろ、緑の帽子にご注目ください。これが一番人気のエアパサデラ、もう一頭9番バーザー、11番フリーイーグル、それから10番ザグレイガツビー、その後ろでやりましょうか。カタノギムレット、ロンドンシティを駆け抜ける最高峰ですね。今はもう一度前の方に戻ってまいりますと、アワポエティックプリンスが先頭です。そしてその後ろから12番ミッデイ。ペースはちょっと早いかもしれないですね。ムルト騎手、そして4番手に2番アーキペンコ、1番ドアイスオーガー、そしてその外に8番スターオブコジン、フォトブリュッセル。さあ橋を渡ってかわしていきました。9番バーザー、ゆっくり上がっていきますね。11番フリーイーグル、それからさあこちらも仕掛けを開始かな。さあテムズ川に別れを告げて、いよいよ最後の直線勝負。カタノギブレット直線伸びてくるのかどうか。アワポエティックプリンスが抜け出した。ちょっと仕掛け早すぎるのか。意外とエアパワーが伸びない。中割ってきたがコトビューセル、さあ外も伸びてくるがちょっと届きそうにない。外から1頭エアパサデナ、1着4番コトビューセル、そしてアワポエティックプリンスが粘って2着。コトビューセルですね。ちょっと残念な結果。はい、というわけですごく残念な結果となってしまいました。また次に期待したいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。